僕、みんなを守りたくて、でも方法がわからなくて。僕は桐山麗、将棋の家の子供たちと一緒にプロを目指し始めた。生きる術がなかったから。逃げるんだ私から。舐めてんじゃねえぞ。将棋しかねえんだよ。宗谷当時、神様の子供。お前はまだまだ強くなるよ。姉ちゃん入って。誰かな君は。父親なんだよ。他の女の人と子供作って出てった。一緒に暮らさないかって。すべて将棋に奪われた。キヤマ、どうした。キヤマ後悔なんてしない。約束するよ、僕がついてる。今、戦いと愛のクライマックスへ。気づいたか、宗谷の秘密に。家族の話をしてるんだよ。この男に勝ったら家に戻ってよ。最後まで諦めるな。大逆転だ。力になりたいんです。3月のライオン。